こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズン、イングランドプレミアリーグ第32節、マンチェスターユナイテッド対チェルシーの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。マンチェスターユナイテッドのホームオールドトラフォードで試合は行われました。マンチェスターユナイテッドはエリック・テンハグ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーデヘア、フォーバック右からワンビサカ、バラン、リンデロフ、ルークショー、ダブルボランチにカゼミロとエリクセン、右にアントニー、トップ下にブルーノ、左にサンチョ、ワントップマルシャルといった形でございます。で、対するチェルシーですけれども、フランク・ランパード監督のもと、こちらは 4-1-4-1 の形です。ゴールキーパーケパー、フォーバック右からアスピリクエタ、フォファナ、チャロバ、ホール、アンカー気味にエンソ・フェルナンデスが入り、右サイドにマデュエケ、中央2枚にギャラガーとチクエメカ、左サイドにムドリクが入りまして、ワントップにハバーツといった形でございます。では試合結果といきまして、合計スコア4-1でマンチェスターユナイテッドが勝利を収めました。この結果、無事にマンチェスターユナイテッドはチャンピオンズリーグの出場権を、獲得することができましたので、来シーズンの補強に向けて、大きな、アドバンテージを手にしたということになりました。本当にホッとしております。チェルシーに関してはですね、まあ、現状というか、まあ、今シーズンの悪さっていうのがですね、もう露骨に、まあ、出ているゲームだったと思いますし、まあ、チーム組織としてどういったものを提供してマンチェスターユナイテッドに対して、対抗してくるのかっていうのもですね、なかなか見えてこないゲームで、まあ、フランク・ランパードという監督の、まあ、限界が、まあ、見えているゲームだったかなというふうに思います。もちろんね、まあ、選手たちのメンタルだったり、まあ、どこに目標地点を置いたらいいのかっていうところで、まあ、チェルシーの選手たちも、まあ、ミスが相当多かったので、まあ、そのあたりからユナイテッドも得点取ってますんで、まあ、ありがたいね、我々赤い悪魔のサポーターからするとありがたい部分でもあるんですけれども、まあ、チェルシーが本当にね、まあ、心配どころではないなと、本当にこれから、まあ、しっかりと時間をかけて、まあ、積み上げていかなければならないなっていうところをですね、まあ、感じさせてしまうようなゲームだったのではないかなというふうに思います。では内容の方に触れていきたいなと思うんですけれども、マンチェスターユナイテッドからまずは触れていきます。ユナイテッドに関してなんですけれども、まあ、相変わらずビルドアップのところはですね、まあ、甘いです。まだまだ構築のところもすごく甘いですし、人の質に頼っているところも多いです。なので実際やっぱり今日のゲームを見ていても、やっぱり状態の悪いチェルシーに対して、まあ、自分たちで保持してプレス回避を行ったりとか、まあ、ある程度ミドルブロック相手が組んでくれるんですけれども、まあ、ブロックの組織を、崩壊させていくための術っていうのを組織としてなかなか提供できない。どうしても一人一人の、まあ、判断だったりとか瞬間的な質だったりとか、まあ、エリクセンだったりブルーノだったりがうまく間で受けたりしてうまくチャンスメイクしていく中で、ゲームをコントロールしていくっていうところにちょっと頼りすぎな部分もあるので、まあ、来シーズンそこをしっかりと構築して、より強度の高いプレスをはめてくるようなチームだったりとか、より状態のいいチームに当たった時にそこをちゃんと回避していけるように、まあ、組織として準備していく必要があるなというところをやっぱり今日のゲームでも、まあ、感じさせるような内容になっていたかなと。ただやっぱりスペースがあるような状況だったりとか、前向きの状況で、まあ、ゴール方向に向けて、まあ、仕掛けられるような状況だったりとかすると、まあ、スペースで受けて勝負できるタレントが多いので、まあ、そこで実際チャンスを作って、まあ、ゴールを奪ったりとかはしっかりとできていたのではないかなと。ただ、まあ、最終局面の、まあ、質だったりとか、まあ、いわゆるフィニッシュ力っていうところですけれども、まあ、そういったところも、まあ、向上していければなっていうのと、やっぱり前線の選手たちがどうしてもゴール方向に、まあ、向かいすぎるんで、まあ、1人ちょっと遅れて進入してみるとか、1人ちょっとねこうあえてストップしてみて角度を作ってみるみたいな、そういう一瞬の駆け引きみたいなものが少しやっぱりね、前線のタレントには少ないかなと。なのでマルシャルも、まあ、今日ゴール取りましたけれども、まあ、奥行きを作るランニングっていうのも、まあ、本当に片手で数えられる程度ぐらいしか、まあ、してはいないけれども、まあ、その辺でもう少し角度を作ったりすることができるように彼自身がなっていけば、
まあ、彼自身のゴール数っていうのも増えてくるでしょうからね、いいと思うし、まあ、マルシャルに関しては今日ね左右に流れたりとか降りてくるシーンがすごく多かったけれども、やっぱりユナイテッドはやっぱりゴールエリアだったりとか、やっぱり前線で相手のその最終ラインをピン止めするだったりとか、背後に駆け引きするっていうことの、まあ、重要性っていうのをもっとフォワードに、まあ、教えていく必要があるし、まあ、そこに新たなタレントを連れてくることで解決することに多分なると思うんだけれども、マルシャルからするとやっぱりそこをね、まあ、身につけていかなければならないし、もしマルシャルが流れていくんだったら誰かが真ん中に入ってね、背後の駆け引きとかをどん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 行っていく必要はあるのかなと。なので今日のゲームに関してはボールを保持したところからのチャンスメイクっていうのはやっぱり今シーズン、から見て、まあ、考えられる、まあ、課題っていうのがやっぱり継続して見えている状態なので、まあね、いきなり解決できるものではないし、時間を与えられてもう一度プレーシーズン過ごして今シーズン見えているものをもう一度、見つめ直していくっていうところから、修正されていくものだと思うので、まあ、エリク・テンハグが今見えているこの課題をプレーシーズンでどういうふうに来シーズン開幕に向けてやっていけるかっていうところになるはずなので、まずは今日のゲームに関してはもう絶対もう勝利をもぎ取る、まあ、勝ち点1でも絶対にもぎ取らなければならないっていうゲームだったので、まあ、今日は良しとしましょう。ね、もうそれぐらいのやっぱりこう心の余裕を持って良しと、まあ、言えるような状況にね、まあ、なったというか、まあ、チャンピオンズリーグの出場権ちゃんと取ってくれたんで、良かったのかなと。で、守備に関しては、まあ、前からのプレスもかけていったりするんですけど、やっぱり、まあ、体力だったりとか、いわゆるまあ自分の持続力みたいなものが前線の選手たちに残ってる状態だとある程度仕掛けに行ったりとか、まあ、両ワイド、まあ、どちらか1枚がセンターバックに対して、まあ、かけていきながら、もう1枚のセンターフォワードが、まあ、センターバックに対して捕まえに行くっていう形でプレスをかけていくんですけれども、やっぱり瞬間的にね、まあ、遅くなったりとか、まあ、ズレがうまく、行えなかったり連動できなかったりっていうところで簡単に外されて運ばれたりっていうことがあったので、もう少しね人を捕まえに行ったりとかプレスをかけに行くならもっともっと強度を持ってね、徹底的に捕まえる、もうやるならやりきる、やらないならやらないっていうところでもうメリハリをちゃんとつけるっていうことが、まあ、できていかないと、まあ、チェルシーね、やっぱり組織としてもそうだし、まあ、個人としてもやっぱり今すごく状態が悪いチームだけれども、やっぱり人の質はすごく高いわけですから簡単に外されてしまうわけじゃないですか。なのでそういったものをやっぱり提供させない、まあ、チェルシーの状態の悪さっていうのはもちろん分かってるけれども、そのチェルシーをもっともっと圧倒していけるような内容をやっぱり今日の90分通してやっぱり提供していかなければならないので、まあ攻守両面において、まあ、課題は露呈はしてますけれども、まあ今日の目標というか、まあ、今シーズンのすでに目標っていうのはすでにもう成し遂げてるんで、まあ、あとは FA カップの決勝に向けて状態を良くしていって、まあ、準備していってもらえたらなというふうに思います。はい。で、対する、チェルシーなんですけれども、まあ、ビルドアップのところで、まあ、プレス回避だったりとかの、まあ、甘さっていうところもすごく見えますし、まあ、ケパが本当にうまく間につけたりとかしてくれてるんで、なんとか助かってるなっていうところもあるんですけど、やっぱり、まあ、フォファナの、まあ、決定的なミスがあったりとか、まあ、最終ラインでのつなぎのところのミスがあったりとかで、本当に、まあ、組織としての運びの形っていうのが、やっぱりうまくデザインできてないし、まあ、構築もできていないと。まあ、そりゃそうだと思うんですよ。やっぱり、グレアム・ポッターの前だとトマス・テルですね、トゥヘルからポッターになって、でポッターから現在のランパードっていう監督になりましたけれども、まあ、正直、ね、一番戦術家と呼ばれている、まあ、トゥヘルを解任して、まあ、若手育成型でちょっと時間を必要とするポッターを連れてきて、で彼で待てなくて結果も出なくて、最終的にちょっと現場でも大きな変化を起こせないタイプのフランク・ランパードを連れてきてるんで、まあ、彼が就任するってなったタイミングで僕もラジオ投稿させてもらってますけれども、まあ、間違いなく大きな変化は生まれないし、まあ、持続的なものではない、本当にもう応急処置に近いというか、もう応急処置にもなってないんだけれども、ランパードではね、正直、まあ、きつい言葉言ってますけど、でもやっぱり結果もそうだし、まあ、内容もそうだけれども、すでに分かっていたことで、まあ、チェルシーのサポーターの方々からするとも早く今シーズンが過ぎて、もう来シーズン新たな準備をしていきたいっていうところだと思うんですけれども、やっぱり一人一人のプレーがすごく軽いし、まあ、距離感も離れてたりとか、本当に組織としてどういう攻撃を提供してユナイテッドに与えていきたい、ダメージを与えていきたいっていうのが本当に見えないというか、もう結局とにかくまあ人の質で、まあ、90分やり過ごして、まあ、とにかく質で決め切ろうみたいなゲームにやっぱり90分通してなってるんで、まあ、それだとさすがにユナイテッドもやられないし、まあ、それで1点取られてるんで、
まあ、気の緩さもユナイテッドに出てるんだけれども、でもやっぱりチェルシーの現状の悪さっていうのが、まあ、攻撃の部分でも、まあ、後で話しますけれど守備の部分でもやっぱりある程度見えてしまってるのかなと。で、守備のブロックに関しては、まあ、4-2-3-1 だったりとか、まあ、4-4-2 の形でギャラガが1列スライドしてね、まあ、2トップ気味になったりとかするような形で、基本的にはまあミドルブロックが、ベースにはなってくるんですけれども、まあ、構える形になるんですけど、やっぱりエンソーだったりとか、まあ、中央に入ってるチュクエメカだったりとかも結構動くじゃないですか。で、当然動くとその間にスペースが空くし、一番危険なエリアが空くわけなので、そこを空けた時にどういうふうにまた対応していくのかっていうのも、まあ、組織としてあまり見えなかったし、ただブロックの外に出ていく、いわゆるエリクセンだったりとかブルーノだったりとかが、まあ、最終ライン気味、特にエリクセンが降りていったりとかするものに対してはチュクエメカが追うことはせずに、ある程度中央で閉じる、プレスはかけないっていう形で、まあ、中央は閉じてるんですけれども、やっぱりユナイテッドもユナイテッドでやっぱりうまくこう人が絡んで連携で崩してこようとはするんで、まあ、そういった時にこうズレが起きた時のその間のところをうまく使われたりとかするところはやっぱり気にはなってたし、まあ、そこに対して人が侵入してきて逆サイドに展開されたりっていうこともあったので、まあ、チェルシーからすると、まあ、あの耐え切るというかね、やっぱり失点を減らして、まあ、とにかくロースコアで、まあ、カウンターベースでやっぱり攻撃の構築をもう短い時間で作っていくなんて正直無理だし、できたらすごいんだけど、まあ、さすがに無理なんでね、まあ、フランク・ランバードには、まあ、特に言えることだと思うんだけれども、やっぱり今できることを、まあ、最大限発揮するっていうことになれば、一番明確にしやすい、まあ、ブロック型のカウンターベースでやっていくことになるはずなので、まあ、そうなった時にやっぱり前線のタレントで言えば、まあ、ムドリックだったりとか、まあ、マデュエケだったりとか、まあ、ギャラガーの飛び出しっていうところを、まあ、うまく使っていきたい。で、そこをうまく使えるハバーツっていうタレントが前線にいますから、まあ、ここをどう、うまく使っていくかの、まあ、カウンターベースの構築っていうのをもう本当にシンプルにもうそこだけを狙ってやっていくっていうことができれば、もしかしたらチェルシーはもう少し上の順位で、まあ、チャンピオンズリーグにはちょっと厳しかったかもしれないけれども、まあ、ヨーロッパリーグだったりとかに、まあ、絡めるような、まあ、状況になっていたのかもしれないので、まあ、本当に苦しいシーズンだったと思うんですよ、チェルシー。まあ、残り1節ですけどね。でもやっぱり、こういうシーズンって、まあ、どこのクラブにもあると思うし、いい時もあれば悪い時もあるっていうのが当然だと思うんですよ。まあ、よくあることだし、まあ、どのクラブでもあること、本当に。今はやっぱりマンチェスターシティが強かったりとか、アーセナルが強かったりするけれども、シティも多分ペップが離れたりとかした時に、後任の監督を、人選で間違えたりとかすると、多分すぐにまたこう落ち込んでくることも考えられるし、アーセナルだってアルテタを連れてくるまでは相当苦しんでるわけなので、なのでチェルシーはやっぱりもう本当にどれだけ短いスパンで計画的なものを持ってチームを構築していくか、もうそこがもう本当に一番必要なことで、一番早く、暗闇から抜けていくっていうことになるので、まあ、今日戦ったマンチェスターユナイテッドなんかは本当にもう約10年近く、本当に7年8年9年ぐらいのもうスパンでこの暗闇ずっといましたから、もう本当にこうならないようにねなってもらえればなと思うし、まあ、ユナイテッドに関しては、まあ、その暗闇からやっと抜けて、まあ、兆しが見えてきて、来シーズンに向けてまた大型補強の噂が出てたりするんでね、両チームとも、まあ、大きな変化がこれから加わってくると思うし、いろんな選手が来ると思うけれども、まあ、来シーズンに向けてまた大きな準備していてもらえたらなと。もちろんまだ残り1試合残ってるんでね、サポーターに向けて、まあ、現地のサポーターに向けてね、しっかりとチェルシーは勝利で終えられるように、そしてユナイテッドに関しては FA カップに向けてちゃんと準備ができるように、していってもらえたらなというふうに思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。